姫野和樹は日本のラグビー選手。ジャパンラグビーリーグワンのトヨタベルブリッツに所属し、現在スーパーラグビーのハイランダーズに加入。ポジションはフォワードのナンバー8。身長は187センチメートル、体重は112キログラム提供大学1年、2年の頃は怒られるといじけ、すねでやる気をなくすなど、後年自分が全くダメと振り返る人物であった。 ところがある時試合に出られなくても愚痴を言わずにやるべきことをやっている先輩を見て自分を恥じ人として格好良くなろうと心がけるようになった。トヨタ自動車入社から1ヶ月程度でトヨタ自動車ベルブリッツのキャプテン就任を指揮官のジェイク・ホワイトから打診されたことに関しては自分が成長できるビッグチャンスと捉え常識的には 入社間もない部員にとって重大すぎると言える責任を意に返しなかった。最初はチームメイトにキャプテンとして相手にされず一人部屋で泣く毎日であったが、やがて毎日22時まで近所のカフェでチームを良くするためのアイデアを出し続け、自分の見解がチームの公式見解になるという意識から読書によって見識を身につけることもした。 2018年から2019年シーズンでブレイクした選手だが、あくまで自分は、帝京大学時代で基礎を身につけてきたのだと主張し、超新星というレッテルは否定している。ありがとうございます。